ということで本日はスタジオに素敵なゲストをお招きしているわ。あのインスティチューショナルインベスター誌の調査でポートフォリオストラテジストの1位に選ばれたモルガンスタンレー最高投資責任者のマイケル・ウィルソン氏です。改めておめでとうマイケル。あなたもこの番組のサブレギュラーみたいな存在ね。どう気分は？ありがとうベッキー。いや本当に気分がいいよ。まあ当然ちゃ当然の結果だよね。なんて言ったって僕は昨年2022年の大暴落を予言した人間なんだから、あのオッペンハイマーやゴールドマンのハゲヅラが悔しがってるのは目に浮かぶよ。やつらは S&P500 を2022年の末には5000を超えるってインチキを言ったんだ。2021年末には FRB は2022年は QT や金利を上げて金融引き締めをやるっていうことを公言していたにもかかわらずだよ。常識的に考えて FRB が金融引き締めをすれば市場が弱気になることぐらい投資傷だってわかるじゃん。そんな初歩的なこともわからずにあんな給料もらっているんだぜ。マネーショートでも見て出直してこいってな感じだよ。マイク、饒舌なところ悪いんだけど、あなたの予想見込みだって大概なのよ。確かに2022年の弱気相場を的中させたことはお見事だわ。でもね、あなたの年末の S&P の予想は4400なの。やめてくれよベッキー。何が言いたいんだ？実際の数値と600も差異があるって言いたいのかい？そんなこと誰も覚えていないだろう。1年前のことだなんて嫌なことを思い出させるな君は。どうせ亭主にも同じようなこと言っているんだろう。1年前はああだったああだとか、結婚した時はどうだったああだとか、結局あなたは子供が生まれても何一つ変わっていないって言うんだよ。何が不満なんだよ一体。食器の洗い方か、シャワーヘッドの位置か、マンションの改装か。マイク、気に触ったなら謝るわ。ごめんなさい。あなたが今日このスタジオに来ているのはそんなしょうもない話をしに来たわけじゃないわよね。今後は口の利き方に気をつけるんだなベッキー。そうさ、私がここに呼ばれた理由はお前ら庶民に今後のマーケットについて語ってやろうと思ってここにやってきたんだ。わざわざインスティチューショナルインベスターのナンバーワンストラテジーマスターの称号を手にしたマイケル・ウィルソン様が反論するやつは MBA の修了書を机の上に置くんだな。そこなくっちゃ。では早速教えてほしいんだけど、ストラテジーマスター的に今年の米国市場はどういった値動きをするのかしら。具体的に S&P だったらどれくらいになりそう？そこまで言うなら教えてやろう。そうだな、このストラテジーマスターの私が思うに S&P500 は今年も約 20% の下落だな。そうだな、3000にはなるんじゃないか。もちろんソフトランディングなんてしょうもないことは考えるなよ。リセッションは不可避で、しかもリーマンショックバリのバチクソやべえやつが来るってもんだ。昨年はグロス株が値出しにされたよな。今年はもっとやべえぞ。投資家の逃げ場所だったバリュー株も値出しにされるってもんだ。可能性としてクソおもんねえ生活必需品とかヘルスケアとかのディフェンシブ銘柄はまだ一理あるかもしんねえけどな。まあ工業とか金融エネルギーはクソだろうな。バリュー株も？それは面白くない市場になりそうだわ。インフレもピークアウトしたみたいなのに、なんであなたはそんなに弱気相場を見込んでいるの？ここまでマーケットがクソになっているのも企業の利益見通しが激甘なんだよ。今どこの企業もコロナの時に作りすぎてコンシューマーの需要が鈍化しているんだよ。つまりは倉庫の中には在庫が山ほどあるってわけだよ。失業率も全然増えねえしな。一部企業ではリストラ始めてるけど全然足りねえ。在庫とか人件費とか目に見えねえところでキャッシュフローがうまくいってねえんだよ。え、そうなの？なんか結構いろんな記事見てるけど、いろんな企業がリストラしまくってるなっていう印象だったんだけど、全然足りていないのね。そんなの一部の企業だけだよ。リストラが本格的になってたら失業率もっと上がっててもおかしくねえと思わねえのか？特に顕著なのはテック系のグロース企業だな。やつらは積極的に投資するあまりコスト削減とか人員削減が超苦手なんだよ。この波に乗り遅れるとマジで悲惨な目に遭うと思うぜ。この前友人のソフトウェアメーカーのセールスフォースにその事実を言ったら速攻で 10% リストラしていたわ。まあそんな感じで今年は企業が従業員の首を切るのに無双する年になるんじゃねえか。まあまだケツに火がついてねえような企業が多いようにも思えるけどよ。失業率が爆上がりしたらどうなるよ？そうだろ、リセッションが起きんだよ。そうなったらどうだ、俺の予想の今年の S&P500 が3000っつうのも目に見えてくるっていうもんだろうがよ。そしてリストラが完了したら今度はようやくテクノロジー株の爆上がりが期待できるっていうもんだろうが。ん、今アメリカのハイテク企業っていうのは数が多すぎて過大評価されてるんだよ。中には有料なもあるんだけど、一方でゴミ企業もあるっていうのが問題でな。そういったゴミ企業は今後起こりうるリセッションで淘汰されて優秀なハイテク企業だけが生き残ってやがて強気相場になるってもんだろうが。まあ具体的な銘柄はモルガン・スタンレーのウィルソン様の口から言うわけにはいかねえけどよ。有料ハイテク企業の寄せ集め、ナスダック100、つまりはレバナスってのはいいんじゃねえのか。